皆さんこんにちは、豊田市消防本部です。ここ豊田市消防本部では、普段事務仕事や訓練、現場活動を行っている隊員が楽器を演奏するんです。業務の合間に練習を行っています。豊田市消防音楽隊は1976年に結成されました。消防の諸行事、式典をはじめ市主催行事に出演し、演奏を通じて消防の PR と防火・防災の普及活動に努めています。2023年5月27日の消防ふれあいコンサートでは、消防隊員による演奏が行われました。子供たちに大人気のファイヤーマンショーも開演されました。豊田市消防音楽隊はこれからも演奏を通じて火災予防啓発活動に取り組んでいきます。